皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、8月の15日、21時9分です。グレイの皆さんへのメッセージなんですけども、今年も7月31日、グレイの日は配信ライブはある。辛い時、苦しい時はグレイに頼ってくださいとファンに伝えてくれる、久しということで、久しさんの、動画が、届いてたんですが、そのグレイ保管庫っていうところで、以前もこういうふうな動画を僕見たと思うんですよ。で、こういうふうなメッセージとかをファンの人に発信してあげたらどうかというような話っていうのは、グレイの皆さんだけじゃなくて、1998年ぐらいの頃、さまざまなバンドグループの方たち等に、お伝えしていました。で、今日の一連の動きもそうだったんですけども、例えばチョコザップという、筋力トレーニングジムの前の歩道に、ハザードを焚いて、路上駐車を敷いた車を、通報と。で、乗ってた運転手の人間が、同じ人間で、髪の毛金髪で、全身黒ずくめで、大阪ナンバーであると。で、何回か見かけて何回か通報してるんですよ。で、駐停車禁止で。歩道に絶対車止めたらダメなんですよ。で、家帰ってきてからその件で、外からナンバーを見られて通報されて、ひでえだろなんだろうっていうことを、からかうような口調で、言ってくるやつらが現れると。これも以前と同じパターンなんですよ。で、斜め向かいの多分社宅か何かだと思うんですよ。建築業界のだった建物のそのために、もうその建築業界だったところも、使われ方が老人用の何か建物になってるのか、さまざまな老人が出入りしているっていうのは見ています。その隣の家も以前、昨年だったかな、今年だったかもしれませんけども、警察官の人がそこの家を出入りしているものに対して、ここの家もあかんからっていうことで、しっかりと、厳しい口調で、怒ってるような、厳しい口調で、相手を注意していると。そういう現象があったんですけども、そういう一連の流れが、今回は警察官の人が、来てはいないんですけども、別件の時に来ていたんですけども、そこの家の前にそのごちゃ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 こっち側に喧嘩を打ってくる男3人組だとか、もしかしたら4人組だったかもしれませんけども、その後現れる人間とか同じなんですよ、パターンが。で、結局その辺のところにはまり込んでるっていう部分と、こういうふうなメッセージっていうのは以前も確か僕見たことあると思うんですよね。で、その動画の中でも、久志さんが出てる中で、僕の方には、久志さんにも聞こえるような形で、てるさんの声で、てるさんが、ピアノもあるよっていう、その、任天堂の、スイッチの時の、一応僕の方で考案しました、元が段ボールで、練習ができるだとか、家で、その、任天堂スイッチをしながら、そのピアノを弾く練習だとか、それをテレビにつないでたとか、エコロジーとかエネルギーの残存量問題、資源の残存量問題を考えるとっていう部分からできたもののアイディアで、さまざまな形で、使用用途があるゲームソフトなんですけど、そのことも、多分僕の、訴訟の方か、何かのその求める内容のところで、それが、抜けているから、何々もあるよっていうようなこと、言ってた声が聞こえてたんですけども、それ
いつも僕聞いてると思うんですよ。だからそのグレイの保管庫の7月31日のもの自体、もしかしたら数年前のものかなというのも、まあ私としては、まあどうしても考えざるを得ないと。まあこういうふうな状況です。ということで、まあ、今、まあ、皆さんがどういうふうに僕のことをどう思われているのかとか、まあ、そういうふうなことは、まあ、喋ってないですから、直接、まあ、なんとも思えん、わからないですし、その8月9日、誰も現れなかった、まあ、後で、その、ライブの、日程とか一応確認してみようかなとは思ってるんですけども、日程的に、その、とても行けるような日ではないと、場所的にと。やっぱり誰も現れなかったら、ああ、もうこれ全員に嫌われてるか、まあ、もともと各自分のところの地方から皆さん出てきていらっしゃいますし、そのバンドとしても、例えば60歳まで活動を続けるかって言ったら、もうほとんどの人はもう30、40までで、終わってますから、ああ、ほとんどの人は自分の地元に戻っていると。で、そこからその、この辺まで来るっていうことは、まあ、ほとんどの人は無理でしょうし。で、まあ、年齢的にも僕と同じぐらいだとか、まあ、僕前後の年齢の方とかでしたら、親が介護で、家から離れられないだとか、まあ、そういうようなことがあるということをよぎりつつも、現職の例えば議員さんだとか、そういうような人たちも現れなかったので、ひたすら、その僕の指定した12時から1時っていう、あ、じゃあ12時から、13時っていう時間帯にしてもらわなかったら、もうそれはその、もう岡場駅から、あ、だいぶ前からもう出てないんですよ。で、三田駅の方から出てますから、もう歩いてフルーツラパークまで行って帰ってくるしかないと。で、往復で20キロぐらいあるんですけども、まあ、昼間の時間帯ぐらいしかもう設定できないんですよ。帰ってくるとき、夜だったらやっぱり危ないですから、車運もそうですけども、まあ、引かれたくないですから、明るいうちに歩いておかないとというところですね。で、まあ、やっぱりこの動画を見ても多分以前のものなんじゃないかなというのが。で、その裁判とかで、じゃあどっからどこまでの話とか、そういうことで今までの件を、出されているのか、僕もちょっとよくわからないんですよ。で、この情報量は、もう僕の動画、上げてくる動画の回数見てもらったらわかる通り、もう尋常じゃない数を上げてるわけじゃないですか。もうほとんど政府の人たちへのメッセージだったりだとか、まあスポーツ関係だったりだとか、で、または、結婚話関係の、解決だとか、まあそういうようなことで、メッセージを送ったりとかしてまして、その情報量の多さが、もうこんなにたくさんあったらもう手に負えないっていう状態です。で、残念ながらエネルギーの残存量問題の解決の兆しっていうのは今のところ一切ありません。これがもう、今の私の現実で、少子化の方も、その、ホームページは愛啓介の利益の一番から見ていただいたらわかる、その、河合圭介の誕生日2の方のところのフルーツラパークの撮影しに行ってるんですけど、もうそこの状態のひどさが、まあだいぶ前から多分そうだったんだと思いますけども、まあああいうような状態で、その少子化の仕方が、これがもうとんでもない少子化の仕方で、その精神病院の件も言いましたけども、多分日本全国で、5万床ほどベッドがあると、精神病院が。で、そこに商業原理とかも絡んで、高額所得者になりたいっていう医者の欲望とかがあって、
人をたくさん連れてきては、入院させる、で稼ぐというような行為によって、極端な少子化、まあ、これが一つの原因と、もう一つはもうスポーツの拡大ですね。あの例えばサッカーで、日本代表に選ばれてる人たち、国内の自分のチームの、試合をしながら、日本代表の、試合も行う、親善試合まである世界中飛び回る、時間的にもう、結婚をこう進めていくような、段取りができない、日程的にも、どうなるかわからないだとか、いろいろ予定が組みにくいところもありますし、そもそもその結婚っていう発想の方にこう意識が集中できないっていう状況で、独身のまま日本代表の選手生活を終わられた方たちは結構いらっしゃいます。だからスポーツの拡大っていうのもほどほどにしておかなかったら、こう時間的にこれ男性女性問わずどう考えても結婚がしにくくなると。もともと男性が外で働いて女性が家を守るっていうような形、あとはまあ女性は適当な仕事を、まあスーパーマーケットだとか、簡単な仕事をしてっていうような形で、あとは自分の子育てだとか、あとは法律を覚えるだとか、まあそういうような形で子育てと介護っていうものを自分の親とかの、そういうような設定で良かったと思うんですよね。あとは男性の退職金で、自分のお嫁さんに、年金をかけてあげると、これで良かったはずなんですよ。で、そういったところが社会の制度設計が、人材派遣会社は昭和63年に人材派遣業法が出来上がってから、どこの会社も人材派遣会社だらけになってしまって、余計社会形態が、めちゃくちゃになってしまっているっていうのが、まあ、少子化の2つの、理由と、まだ他にも、少子化の理由って複数あるんですよ。で、こんなにたくさんあったらそれは一気に人減っていくでしょうというような形で、まあもう本当の人口をもう一度書き直そうかなというところですね。以前のホームページは YKS が歴の51番に3200万人でちょっと多めに書いといたんですよ。その3200万人の感覚って多分僕は20歳ぐらいの頃の感覚で、もう今もしかしたら2500万人ぐらいかもしれないと。で、特に大阪と東京都と神奈川県に関して面積はどう考えても小さいんですよ。兵庫県の5分の1ぐらいしかないですから、この辺の先ほどのその通報の件で、ここも無理だからっていうこと、警察官に言われていた、一軒家、この辺いっぱいそういうとこあるんですよ。で、そこを証拠にもなくしようとする、その会社のお金を使って多分作ってしまった、その系列をたどっていくと、僕の見立てではフィナンシャルグループになってくるんですけども、銀行と、証券会社と、製薬会社と、不動産、こういったところが一体化されているフィナンシャルグループ、まあまあ昔からそこは一番の諸悪の根源だっていうことを、言われている一つの、グループですけども、もう僕は小学生ぐらいの頃からですよ。で、もしかしたらもっと前からかもしれないです。酒井恭子の頃を考えると1920年ぐらいでしたから、アメリカの議会で偽証罪という形でしたかな、銀行と証券会社に嘘があると。まあグレイの皆さんとかも、そのまあもちろん年齢層があんまり離れすぎると、若い人たちがあんまり来て、まあライブに来てくれないっていう現象はまあ昔からあったわけで、まあ、音楽業界全体としてはどうですか、お客さんのそのライブに関して、昔と比べて、僕たちが、まあ20歳ぐらいの頃と比べて、そんなにその例えば東京ドームだとか、まあ埼玉スーパーアリーナとかたくさん
1万人を超えて、たくさんお客さんが入る会場って、あとはまあ大阪、福岡ドームとか、まあ、そういったところになってくるかと思うんですけど、福岡ドームなんかまず厳しいんじゃないですか。3万人ぐらい入るようなライブって、人口が300万人ぐらいしか九州一帯でいらっしゃらないんですよ。もう台湾もそれぐらいですよ。表記されてる人口の3分の1から4分の1ですから、最悪250万人ぐらいかもしれません、九州全体で。まあ行政の発表してるデータがもともと日本と朝鮮半島と満州国と台湾とフィリピンを併合していた時期、あとインドネシアで一部占領していた時期の範囲の人口は1億2000万人で、その後戦争があって日本だけの国境で見るとその頃の人口は3200万人ぐらいであると。で、戦争でたくさんお亡くなりになられて、その後阪神淡路大震災だとか、新潟県の震度6ほどの、地震が2回発生しているのと、まあ、これもどちらか一つがフェイクニュースだったら僕もお手上げなんですけども、北海道の胆振地震もそうですけども、あとは東日本大震災、熊本の地震で、能登半島の、地震ということで、もうそれも少子化の大きな原因の一つです。三親等以内の政権もそうですし、まあ、結婚が進みにくくなる状況であることは変わりはないですし、現場その現地のその、まあ仕事に関しても消費源的に稼げにくいと、まあ、これはもうどこも同じ現象が発生します。結局もう僕の方としては今 B2 の皆さんも現在活動されているのか活動されてないのかのところで、ああそうだ忘れていたと、2019年のラグビーワールドカップの頃にその作っていただいた曲、まあ私からの提案の曲だったんですけど、その後解散されたと思うんですよ。でテレビのニュースでは会うっていうようなことを言ってる NHK の番組で、ニュースウォッチ9だったと思うんですけども、まあ、放送されたりだとか、今年また再び放送とかされてたんですが、まあ、本当のところはだいぶ前に引退されていて、まあ、だいぶ前って言っても、まあ、ここ5年以内の範囲ですけども、まあ、その後どうされたのかもう僕全然わからないですね。稼いでいらっしゃいましたし、そのアメリカの方で手形押しに行ってましたから、もうアメリカの方に移住されているのか、まあまあやっぱり、まあ、まあチリジリになってるっていう、まあグレイの皆さんの曲の歌詞でもそういう風な曲ありますけど、現象的にもどうしてもそうなる部分もやっぱりあります。個人的にこう、まあ、電話番号だとかメールの、受け答えだとか、何かそういうものがなかったら、やっぱりもうこうなりますね。で、まあ、今のところも NE のサンドル問題に関して、どうにかなる見込みっていうものはもう全くない状態です。だから自然再生可能エネルギーの世界国勢税 の、 電力のパーセンテージも、もしかしたらその以前の人口の範囲のところで表記している可能性があるんですよ。中国なんかはその太陽光パネルを自国で大量生産していて、まあ、資源を入手してるから生産できるっていう形なんですが、資源に限りがありますから供給量に。で、まあ、サハラ砂漠とかに、敷設したりとか、黄砂が飛んでくる話とかで、そういうふうな話になったんですけども、だから自然再生可能エネルギーに関して、日本の全電力の十何パーセントが自然再生可能エネルギーで賄えてるの話に関して、満州国一帯の数字とか、組み込んだりだとか、朝鮮半島とか、台湾とか、フィリピンとか、これはそうだったとしてもおかしくないなと。
もうオランダの貿易の輸出入の額自体、世界国勢税の。あの数字見てどう思います？すごく農業関係で輸出でオランダは稼いでるみたいな形になってますけども、世界の地図で見たらオランダってものすごく面積が小さいんですよ。と見えますかね。まあこの辺りがオランダなんですけど、ここスウェーデンなどです。まあこの辺りが昔の地図で申し訳ないんですが、まだ西ドイツや東ドイツの頃ですね。小さいんですよ、オランダって。どう見ても、これソビエト連邦の頃でしたから、ウクライナの方が面積広いはずなんですね。でっていうことは、貿易輸出入の表とか金額っていうものは、そもそも EU っていうことですかっていうことになるんですよ。余計謎が謎を呼ぶっていう形で、GDP に関しても、本当の人口は分かったときに、まあ少し前で GDP がドル換算で、だとか、まあ、日本円の表記の方が分かりやすいとは思うんですけども、日本国内のその GDP という考え方でいくと、だけど GDP って、あの範囲の GDP だった可能性があると。いや、だから元々の数字が多分大きすぎたと思うんですよ。1兆円とか2兆円っていう金額は途方もない金額じゃないですか。そんな売り上げ出せるかって言ったら、まずなかなか普通の会社は出せないわけじゃないですか。ということは、旧満州国と朝鮮半島と台湾と日本とフィリピンも込みの GDP って言った方がなんとなくしっくりくるんですよ。国内総生産ですから、400何十兆円も、そんな人口2500万人ぐらいかもしれない、日本で、現在の国境内で。作ってるわけないじゃないですかっていうことぐらい簡単にわかるじゃないですか。この途方もない、この間違いだらけの世の中をどう理解して、誰がどう本当の話をしてのことになるんですけども、完全に今のところ滅んでいく方向性ですね。まあ、てるさんの娘さんの動画とか、なんかこう、記事見たんですけども、まあ、やばいっていう声聞こえてきました。僕も正直、髪の毛の色を見てやばいって思いました。まあ、髪の毛を染めていると。やっぱり親が染めちゃ絶対そうなるでしょう。そこからして、まあ、総崩れとか、ややこしいことっていうのは、発生します。で、それは各自自分のしてきたことですから、まあ、まだ未成年ですから親の責任になりますし、それはもう僕の責任ではありません。まあ残念ながら、そのてるさんの娘さんが生きてる間にっていうのは、もう正直僕の今の見解では無理でしょうと。もういうような結論ですね。もう、これで河川、水門外式玉発電とか、蒲田発電とか、メタンガス抽出場、みんなが生ゴミ自分で、持って行って捨てに行って、で、メタンガスを、抽出する装置を日本全国に10万箇所設置したりとか、そういうふうなところまで進めば、全然話変わってくるんですけども、もう、スタートする時点が遅すぎて、で、メタンハイドレートも、だいぶ前から、日本中いろんな海の底でどうやら掘ってたみたいです。この間のその宮崎県沖の地震の時に、メタンハイドレートの件について宮崎県でも掘ってますかってこう心の声で聞いた時に、白髪の老人の方、普段出演されてない入装置内の、老人の方だったんですけども、それも以前の VTR かもしれないですが、掘ってるってはっきりと言ってるんですよ。
ただ宮崎県のこの間の地震に関しては、多分震度4ぐらいですね。震度5強もなさそうですね。その港の方で、地割れが起きてるっていうのは、船を係留していて、それである程度、老朽化してるコンクリートとかでしたら、もう船自体が重力すごいですから、そこで船に引っ張られたら、やっぱりああいうふうになるときはなると思います。それプラス地震の衝撃で。ね、地震に関しては今のところ震度6弱っていうのはもう絶対ないですね。震度6弱だったとしても、震源地で、大分県まで揺れるかって言ったら揺れません、距離的に。揺れたとしても、本当に震度6だったとして、まあ大分県で震度2、3、それぐらいですね。鹿児島県で4ぐらいですね、距離だと。だから震度4とか5とかの宮崎県と大分県と鹿児島県のニュースを一つにくっつけてきて放送し始めたっていうとんでもない暴挙。まあ一応そういう方なのは僕は気づいた時に動画で公開したりしています。またグレイの皆さんのスケジュール見ておきますね。正直、8月9日、誰にも会えなかった時に、僕はどう感じたかって言ったら、ああ、僕って嫌われてるんだって、そういうような感覚ですね。漫画、アニメ、ワンピースがもともと始まってる漫画自体が、その1996年、7年、ウルトラパークで働き始めてから進んでるんですけども、鬼滅の刃とかももともとの原案のところは、だいぶ僕は関わってまして、子供の頃に言ってた内容なんですよ。で、そこから先は、集英社さんの、腕ということで、ワンピースも人つなぎの財宝っていうのは、人と人とのつながりが財宝であると、あまりお金に執着しても意味がないっていう意味だったんですけども、いやもう僕もどうしたらいいかわからないっていう状態です。そういうふうな中で、何か模索してる状態なんですけど、政権交代したら何かが変わるのかどうかとか、そういう期待もあるんですけども。あと厄介なのは動画の出し入れですね。だから政治家さんの方の喋ってる風な動画の内容も、もしかしたら動画の出し入れがずっと続いていたのかもしれませんし、人によったに、誰か、テレビ局の人間とか管理していて、出し入れとかをしているのか何なのか、テレビ局の全国放送のところは、その動画を削除してはならないことになっただとか、それ証拠だからっていうような話になってたはずなんですよ。だからちょっと、いろんな意味で、お手上げ感があります。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と、あと、グレイの皆さんと、会って話し合えたらな、とは思うんですが、会おうっていう声は聞こえてはいるんですけど、方はもう僕はもう絶対無理ですね。変に横を飛びすぎたりだとか、あれは相手を苦しめる方法であって、助ける方法じゃ絶対ないですから。その辺のところは、会おうっていうことを言った方が、コンピューターが、音声で久さんの声で会おうっていう声を聞かしてきてるような気がしました。心の声とかの、澄んだ声とかじゃないですから、コンピューターの自動で、なんていうんですかね、なんかコンピューターがエネルギーの残存問題で、僕が、力尽きたら、そこで終わりだっていうことが分かってるコンピューターとかが、結局、
期待を抱かせるような形で言ってるような気もしますし、言わせてるような気もします。もうスポーツの得点の出方とか見たらもう物事がはっきりしてますから、もう意図的な恋のプレーをしたり し始めたら別ですけども、まあそういう意味を含めて、まあまあ追ってあげ感でいっぱいです。以上です。まあ、会った時にどんな話をするのかっていうところで、またいつもと同じ状態の振り出しの状態に戻りますね。こう、以前のその横通り過ぎたりとかの方があったわけじゃないですか。で、急に会うでしょ。何を話すかの準備がなかったら、出てこないんですよ、言葉が。何を話すかが頭の中で思い浮かばないですから。一応まあ動画の方で伝えてますし、状況は。だからまあそれについてどう思いますかというような形で、まあ、ハワイ君の動画を見て、僕たちは今こう思ってるだとか、まあ、こういうふうな話を聞いたとか、何かそういうふうなものがあったら、まあ教えていただきたいなというところです。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。